はい、どうもお疲れ様です。今回はですね、みだらな行為ということに対して、ちょっとね、言葉の意味、定義を思い出してみようかと思います。え、本日3月28日の事件なんですけども、なんとね、11歳女児に車の中でみだらな行為をした疑い、西尾市消防本部の消防士を逮捕ということでね、うん、いやー、やっちゃったんすかね、みだらな行為って何なんでしょうか そもそもその11歳の女の子を自分の車の中にね、連れ込むところでもうすでにみだらないんじゃないかなっていう気がしますが、どうも SNS で知り合ったらしいです。ツイッターかなんかでしょうね。で、そこでのこのこ出てくる女の子もどうかなと思うんですよ。のこのこ出てくる女の子の方もどうなのかなと思いますよね。いや、これはね、のこのこ出てくる女の子の方もどうかなと思いますよ。うん。危ないなと思わないんですかね。SNS 使っていながら。 どうなんですかねこんな、消防士かなんかのね、口車に乗せられて出かけるような防御力の人が、そんな女の子がね、SNS 使っちゃダメだろうと思いますよ。これは。厳重に言いますけどもね。いや、こういう女の子に、スマホや SNS を扱えてないわけですから、渡すべきではないってことね。これは、も、ま、う、あ、自分が親だったらね、あうちの子は信用できないなと。ほいほいついててしまいそうだな。犯罪に巻き込まれそうだなと。防御力ないなと思ったら、スマホはね、 あの叩いててもお渡さないとかねそういうふうな自己防衛できない子に対しては冒険させないことも、まあ、親の責任というか保護者の責任じゃないかなと思うんですけども、まあ、ここはちょっと保護者をね叩くなっていう意見が出そうですけども叩くんじゃなくって正しい防御力をしつけないといけないししつけられないんだったら行動の制限をね与えないといけないかなと思うんですよ。まあ、もちろんね いや、うちの子は大丈夫と。自由奔放にやらすんだってことで、結果的にこうなっちゃったんだったら、どうなんでしょうかと。もちろん、このなんかね、消防、本部の消防士は、まあ、悪い奴ですよ。悪い奴なんだけども、そもそもこういう事件が繰り返されたら、俺もできるかもと思うわけじゃないですか。一切、もう、親の防御が完璧で、わきまえた、 子だけがスマホを渡されてると思ったら、まあ、こういうことって起きないわけですからね。いや、これ、ね、なんかこう、私の考えですけども、いや、その考えおかしいそんなことを考えるなっていうふうに私の思考を制限するんだったらまあ制限していただきたいんですけども、うん、いや、単純に思いますけどね、そんな無防備な女の子がね、いつでもこうやって SNS の向こうにいるというふうに思えば、 まあこういうふうに考える人は後を絶たないんじゃないかなと思うんですよ。まあだからといってやっていいってわけじゃないんですけどもね。はい、長くなりました。じゃあ、みだらの恋って一体何なんでしょうか記事を読んでいきます。えっ、ー、と、愛知県、なんとかの11歳の女の子みだらの恋って書いてますね。みだらの恋22歳。いやーでも11歳か。11歳差か。11歳差でしょいや、私奥さんと17歳差ですからね。もっとみだらですね。 申し訳ありません私が30の時に奥さん小学校6年生というねこういうふうな関係を見るとちょっとキモいなと思われてもしょうがないんですけどもその私がこんなね、えー、動画を作っていいものかどうか,のかってことなんですけどもちょっとあれどちらにしても淫らな行為をちょっとねここで引っ張ってきますよ。淫らな行為とは淫らなカウイカウイって発音するんですかねえっ、ー、と陰講の歪曲な言い方。 特にに売春などによる青少年とのや行為まあ年と言で言うとセックスをしちゃったとということですね。カーセックス路上なんとかカーセックスってね NHK 党の方が言われてましたけども11歳の女の子がセックスをする目的かどうかわかんないけどもその可能性があるところに自分の身をさらしてそしてセックスをしたいなと思う消防士の方がセックスをしたということですねなんでこうみだらな行いっていうわけのわかんない書き方するんですかね だから、ことの本質がわからないから、なんかこういうことって繰り返されるんじゃないですか ?11 歳の女の子が SNS で知り合った消防士の22歳の男性の車に乗ったらセックスを強要させられました、もしくは合意の下でしましたっていうふうな記事タイトルだったらどうですかねそれこそ、それでもいいわって女の子が行くし、それじゃ嫌だって子は SNS を通じて人に会おうなんて思わないんじゃないかなと思うんですけども、こういった曖昧な書き方が、 犯罪抑止を鈍らしているような気もするんですけどもどうでしょうかそして2人は今年1月頃に SNS を通じて知して合ったということなんでまあ2ヶ月から3ヶ月の時間を使えば全くの他人が小学生と22歳の社会人セックスに至るということですよねだからここもねみだらな行為じゃなくてセックスしちゃいましたって書くとわかりやすいのにみだらなお行為とかね いかがわしい行為とかね。なんでこう隠すんですかね。うん。何がみだらな行為なんですかね。はい。それで、消防本部は会見を開いて市民に謝罪するとともに、全職員に、ま、後期粛清を徹底し、再発防止に努めると。後期粛清をだから今までしてなかったんですよね。うん。だから SNS を使う中で、 獣医者の女の子とセックスをするために車の中に呼んじゃダメですよっていう風にこんなね言わなくてもいいようなことをね言わなくても分かってるだろうみたいなことが消防士の方が守れなかったということですよまあ消防士の方っていう風にね、えー、レッテルを貼ってカテゴライズするのはちょっと乱暴かもしれませんけどもでも同じ職務に励んでる方としてみたら迷惑な話ですよねうん市民を守るために命を懸けているそんなね誇り高き仕事が何だ 女の子に SNS でなんか呼び出して車の中でセックスをする人たちのその一味かみたいにね思われちゃうとすると非常に一生懸命ね職務に精霊されてる方にとってみたらうんなんか嫌になっちゃうなみたいなとこですよねで多分この11歳の女の子にもお父さんお母さんがいたと思うんですよねそしたら消防士って聞くたんびに あなんか連れ込んでセックスするやつらだっていう風なもうそういう風に見ちゃうわけですよもっと言ったら22歳ああなんか信用できないよねってこのぐらいの年代のやつはみたいなねさまざまなレッテル貼りということでこう二次被害三次被害が及ぶわけですよしかもこの辻優と辻優と容疑者うん辻全国の辻さんに謝れって感じですよね同じ名字をした人が辻優と容疑者 <laughs> いやよくこんな人がね、消防士になれましたよね。うん、なんでなっちゃったんだろう。消防士、こういうふうな性犯罪予備軍の方が潜り込めるようなところになってしまったんでしょうか。それとも、消防士になってからそういう気持ちになったんでしょうか。どうなんでしょうか。消防士になる前は、11歳の女の子とみだらな恋はしてなかったと思うんですけども、消防士になった途端に、こういうふうになっちゃったんでしょうか。ということで、まさにね、この、 全職員に後期粛清を徹底するということなんで責任を感じるんでしょうね何でもねここまで言っといてあれですけども消防本部に責任はないような気がするんですけどもこれ個人の行動ですからねこんな個人の行動まで職場の責任者が責任を負うもんなんでしょうかどうなんでしょうかこれは一体連帯責任ってやつですかねうんでも話最初に戻しますけども この1 3の女の子も、なんで、こんな人に会いに行っちゃったんですかねなんか、あったんですかね騙されたんですかねこんな世の中は亡くなってほしいなと思うばかりでございます。しかし、しかしですよ。まあ、やめておきましょうか。ね。未成年。ね、こういうふうな、性犯罪ってのは、芸能界を中心に後を立たないと。それを暴露したガーシーがなぜか犯罪者になるというね。一体、 誰が正しいんでしょうか誰が間違ってるんでしょうかいってらっしゃい。